皆様こんにちは、脳神経内科専門医でボケ日和の著者の長谷川です。本日はですね、介護脱毛についてそのメリット、デメリットについてお話をしたいと思います。皆さんどうですか？介護脱毛ってすぐご理解できますか？僕は実はですね、外来で、認知症の患者さんのご主人がですね、先生介護脱毛できる施設を教えてくれんかということを言われてですね、実はその時こうお答えする以前に介護脱毛がなんか全然わからなかったんですね。自分自身認知症についてはですね、大体のことをお答えできる自信があったんですが、ちょっと介護脱毛はちょっとわからなかったんですね。で、いろいろ早急に調べさせていただいたんですが、要するにですね、介護脱毛っていうのは間違えていけないのは、介護が必要になってからやるものではないということなんですね。大体一番多いのは40代の女性なんかが、いわゆるこうアンダーヘアの脱毛をして、将来もし自分が介護を受ける場合になった時に、備えましょうというのが介護脱毛なんです。で、実際ですね、僕も自分の経営するグループホームのスタッフなんかに聞くとですね、そりゃ助かるよって言われるわけですね。実際こう失禁をした時も、尿失禁ならまだしも、こう便失禁なんかですと本当にこう、アンダーヘアにすごく便が絡んでしまってですね、こびりついたりしてなかなか大変になる。で、逆にこれをきちっとしておかないと、そこが悪臭の原因になったり、場合によってはですね、これ感染、特にシラミなんかのですね、原因になることもあるから、これはぜひやってほしいよということになるんですね。で、じゃあどこでやってもらうかということになるんですが、当然、若い方なんかだと結構なんかエステサロンとかでもやられる方があるんだけども、ある程度年齢の方の場合はもうそうではなくて、必ず、医師が常駐しているですね、いわゆるこうクリニックで、医療機関で必ずやるようにしてみてください。ちなみにね、脱毛、いわゆる特に永久脱毛っていうのは、全くこう一旦やったらずっとなくなるわけではなくて、基本的には永久脱毛には定義があってね、こう最終脱毛から2年間の毛の再生率が 20% 以下であるという定義がある。だから全くゼロというわけではないんだけど、かなり2年経ってもせいぜい2割ぐらいしか出てこないから、またその時もちょっとやればいいということになる。ただ問題はね、やはり介護脱毛というのはあくまで、まだ認知症になってない人がやるにはいいんだけど、なるとちょっと難しいかなと思ってるんですね。というのは、まず脱毛自体が本人の同意がいるということ、あとは、自分自身でやはりある程度アンダーヘアの処理ができることで、その後にですね、実際治療するときはこうレーザーでやるからチクチクするんですね。だから痛みに対してすごく過敏になってくると、ちょっとやれないだろう。だからできれば別に認知症とかなる前に、やっぱり40代ぐらいにやっておく必要があるし、逆に言うとですね、仮に認知症になったとしても、そういうことができるぐらい軽いうちでないと、この介護脱毛では、できないということになります。で、ちなみにうちもですね、スタッフがこういうことを聞いて、40代の看護師が何人かこれをやったんですが、もうとても快適だそうです。もう特に別に失禁とかではなくて、やっぱり生理の時のですね、対応がすごく楽でですね、これはもう本当にやってよかったってことを言われてますので、これからの時代ですね、僕に、脱毛って聞いた時に、20代30代の子がやるものではなくてですね、やっぱり40代の方でもやるものだよというふうに思っていただくといいと思います。で、この最後にですね、このレーザー治療っていうのは黒い毛を認識して、やりますので、白い毛になってくるとこれ脱毛ができないという問題がある。だから50代になってきてですね、ちょっと白いものが混じってくると、できなくなる可能性もあるんですね。ただこの点については、実は皮膚科の先生と直にお話を聞いたんですが、先ほど永久脱毛の基準でも、20% 以下の再生率ということで、何も 100%を目指さなくてもいいわけですね。だから仮にこう50代になって多少白いのが混じっていても、そのままやってしまって白い毛の部分ぐらいは多少残ってもですね、かなり
全体の量としては減りますから、まあ、確かにツルツルではないんですけども、ある程度の効果はあるということで、まあ、先ほど僕は20代30代40代の人もおすすめだよと言ったんですけど、まあ、逆に50代60代で多少白いものが混じってもですね、トライしてみてもですね、これは十分、この介護脱毛という概念でいければ意味があるんではないかなというふうに思いました。今回はですね、まあ、いわゆるこう認知症専門とする脳神経内科医の立場から、介護脱毛、特に脱毛についてお話をさせていただきました。